はい、山田でございます。メンズエステの店長をやらせていただいております。公平な運営ということでお話しさせていただきますが、当たり前のことしか言えませんので、興味ある方だけ聞いていただけたらと思います。でセラピストさんが増えてきたらね、いろんなセラピストさんが入ってこられますよね。やっぱり人間だから性格が合う感じするなっていうセラピストさんもいれば、ちょっと苦手だなっていうセラピストさんもいるかもしれない。それは逆もそうで、セラピストさんもこの店長なんかいい感じだなって思ってくださる方もいれば、この店長苦手だなって思われるケースだって出てきますよね。その中で店長とかオーナーさん、社長じゃない、リーダーは特にこういったタイプのお店ではもう公平に接する、どのセラピストさんに肩入れすることなく、皆さんを同じように、接するし、条件だったり待遇なんかも公平にするっていうのはすごく大事だと思っております。それこそ報酬とかに関しては条件をつけて、この範囲内でアップするとかね、そういうのもあるお店も多いかもしれないし、その辺は臨機応変ですけれども、その際にですね、誰々ちゃんだけ可愛がってお給料がいいとかね、誰々ちゃんだけ可愛がって掃除いつも手伝いに来てくれるとか、そういうのがあっちゃいけないですよね。例えばお給料に関してだったら、報酬ねに関してだったら、こういう条件だからこういう条件で働いていただいてますっていうのが言えるようにしなきゃいけないんだけど、よくあるのはね、お給料上げてください、昨日もね LINE でやり取りしてたんですけど、今こういう条件で働いてるから個別対応で私だけお給料を上げて働かせてくださいみたいなことがあったんですけれども、そんなことっていうのはその方がね非常に能力が高くてお客様を持っていて、誰から見ても、レベルが高いと、いうことが確認できて、しかも結果が出せたとしたら、そういう個別対応が、あってもいいかもしれないけれども、じゃあこの人、例えばよ、この子なんかグイグイ言ってくるし鬱陶しいから上げて、入店させようとかね、それ入店してからでもそうですけれども、お給料上げてください、お給料上げてくださいという方も出てきますよね。その際に言ってきたからとか鬱陶しいからとかやめないでほしいからとかで、正当な理由なしにその報酬をアップする、その子だけ報酬アップするとかありえないことなんですよね。言い訳ができないじゃん、他に頑張ってるセラピストさんに対して。とか、報酬の話するとちょっとえぐいしね、あれだけど、サポートなんかもそうですよ、このセラピストさんだけはとかね、大事にしようとか、そういうのがねやっぱりね、日々、行っていると、歪みが生じるんですよね。でセラピストさんによっては、そういうのを言える方もいれば言えない方もいるしね。例えば待遇面とか、わがままこういう出勤がいいとか何分コースだけ受けたいとかね、いろんな、わがままって言っていいのか、主張をされるじゃないですか。その際に冷静な判断で、公平に全員のセラピストさんの顔を想像しながら判断するみたいな、要はね公平にしなきゃいけないっていうことだけ言いたかったんですけど、そうじゃなかったら、だって意識してやってても誰々ちゃんばっかり可愛がってとかって言われる業界、言われる職種なので、今は言われないけど1年目は言われてましたよね。そんなことないのに、ただ爪が甘かったというか隙があったんでしょうね。当時から僕は公平さっていうのはすごく大事にしていたので、特別誰かに肩入れすることもなく、誰かをエロい目で見ることもなく、今日まで営業を続けて運営を続けてきましたけれども、それでも言われちゃうってことは、誰かだけ可愛がってみたいなようなことをしていたら、もっと言われるし、もっと不満が出るわけですよ、別のセラピストさんに対して。こういう動画撮ったことあるね、見たことありますか皆さん。だから全員に公平に、やると。で肩入れし始めたら本当ダメでね、本当歪みが起きます。で肩入れする時間24時間しかないじゃないですか。だから肩入れし始めると他がやっぱり手薄になっちゃうんですよね、サポートが。
それで、他のセラピストさん不満になったりとか、じゃあもうこんな店やらわみたいになっちゃったらもったいないし、そんな自分の運営でさ、嫌な思いさせたくないじゃないですか。だからもうバランスよく公平に常に自分に戒めて、例えば10人20人になってきたらね、タイミングで会える人と会えない人が出てきたりするじゃないですか。研修し、こっちは研修してて、話しに行きたいんだけど、伝えたいことがあったけど会えないから電話で済ましちゃったり LINE で済ましちゃったりとかっていうのも出てくるけれども、このことは全然最近ミーティングしてないなと思ったらわざわざ時間を作ってミーティングしたりだとか、そういって公平さっていうのがすごく大事です。いいね、5分ぐらいで、さっくりで、お客様に対してもそうなんですけどね、それについては次の動画でいきますか。お客様も全お客様に同じような対応をしなきゃいけない、それも意識しなきゃいけないって話をね、次回の動画でさせていただきます。ありがとうございました。